今週もやってまいりました、ジャパンサッカーカレッジレディース北信越リーグ振り返りコーナー。先日アウェイで行われた試合は見事4対0で勝利することができました。今回はその試合の振り返りとともに3選手にいろいろ聞いていきたいと思います。まず自己紹介をお願いします。2年の工藤琴子です。1年の北澤です。2年の平真帆です。ありがとうございます。まず0対0で迎えた後半開始直後、チームを勢いづける先制点を決めましたが、得点シーンの振り返りを琴子選手お願いします。エースの若葉が起用していたので、若葉のために絶対点を決めるという思いで試合に臨み、コーナーで雪乃からいいボールが上がってきたので、あとは当てるだけでした。ありがとうございます。続いては亜美選手、まずはデビュー戦でわずか5分間でのハットトリックおめでとうございます。ありがとうございます。試合前はワクワクと不安が入り混じっていたと思いますが、ハットトリックできた要因を教えてください。琴子さんと練習していたアーリークロスで琴子さんからナイスボールが来たので嬉しくて決めてよかったです。そして生野さんからフリーキックでいいボールが来たので決めるだけでした。ありがとうございます。続いては真帆選手、この試合は前半に押し込まれる場面が続いていましたが、その時どんな声をチームにかけて無失点ゲームにすることができましたか？一番後ろから全体の集中力を切らさないように励ましの声をかけていました。ありがとうございます。今週4月14日 AC 信州大学と戦います。次節もアウェーでの戦いになりますが、応援よろしくお願いします。では恒例のやついきましょう。バモス、ジャパンサッカーカレッジレディース。